よく来た友よ。早速だが、その方の価値がいかなるものか品定めさせてもらうとしよう。されるな。やはり貴様こそ国を蝕む病の元凶。どけ。頼もしいな、鹿の友よ。ではあの者の心を見定めてもらいたい。お任せください、ヨセル様。ん？ひとかけらでいい。何か手がかりを。己が無力に絶望せよ。この人に勝てたら僕は一人前の武将っすよね。おやさん、獣の血を吹きかけ。素直に逆らうね。少しは我慢しなさい。お前はもう包囲されているぞ。なっ、うん、揺るぎなき信念を持つ者か。面白い。これはありがたい。皆退屈しておったからだ。道楽に過ぎないのか。おやつだ。この人かなり戦果実よ。マル様を探し出せれば僕は一人前だ。逆に言うとそれまではずっと危なくなったら燃やさっただけでも逃げてくださいよ。我が怒り、天の道を吹く。公式角は麒麟の証ですよね、おやつさん。僕の推理が正しければこのままだととんでもないことになります。わかった。感謝しよう、鹿の友よ。その次元を取ったところで足がかりにもなるまい。一歩前進といったところず。姉上、またそのような傍若無人を。ミミマサ様も、エルチも、頑張れ。姉様に認められるように、頑張れ。これは見事。類いまれなる技の使い手だな、友よ。貴様らはすでに死していたも同然よ。皆の者、アスカナ様はお喜びである。ねじ伏せ勝利する。せめてはそれからよ。我が拳の前に入れ伏せがいい。よしとそれがしの軍人ぶりをご上覧くださりませ。ここより先通すわけには参りませぬ。やがて来たる熱き時代、吹く風となり、望むがまま遊ぶがいい。こうして優しくなれるだけで人は倒れていくよ。私をここまで追い詰めるとは何の無駄ではないな。
この程度の力で将を名乗るか。無様ね。もっと華麗に舞えないの、長野さん。ここはみんなに任せておけば問題ないわ。これ以上位置に不安を与えるわけにはいかぬ。その調子で頑張って、わらわのために。お任せくだされ。ご苦労様。また後でね。最後の一つを守り抜き、これが足利の英雄となる。さて、友よ、その方、体育は健やかであるかな。ほら、体のこと。だったらわらわに任せなさい。たっぷり品定めして、あげ。惑わず臆せず、心のこつるままに行け。世のあった場所はその先だ。もう、そんなに懸命になって。阻む者は砕く。攻略？いや、使うまでもなかったさ。この国を病、一刻も早く秀吉様の拳で癒してください。お客様、そう、少しずつ追い越えて。陣などいらぬとおっしゃった。そのお言葉を信じるだけを。未来を使う。やはり世でなければ止められぬか。おお、名刀三日月宗近がごとく暗境で輝かしきからだよ。そうかしら。わらわの方がすごいじゃない。下がれ。腐った世にそそのかされし愚か者どもが。よしてる様の骨。勝負をするの、わらわとあなたのね。違いを割れろ。秀吉拳を迎え入れろ。貫爪が胸が後傾、我が拳にて歴と砕く。あなたこそ砕け散って。大猿のパンバセンキ、この戦の以前よすでに定まっていた結末よ。武士様の望みと立ち入ってまいりましたぞ。あとは任せるわ。わらはちょっと喉が乾いたの。誰か。あの拳を見た目通りの間合いと思うな。離れよ。皆いなくなってしまったな。愚かで苦手な主君と世を恨むがいい。またすごいものを見せていただきました。我が手につかめぬものだ。トレトミメ、貴様らもまた民にとっての災いを。素晴らしき神技体の持ち主だな、友よ。まさに時代の息吹。その方こそ天下創生にふさわしい。御事乗りなど知らぬ。貴様を滅ぼす我が道を行くためより、ならば世は友のために少々手を打つ。熱い。これが命を落とすという感覚。さあ勝負はここからだ。試合を続けよう、友よ。まだ終わらぬとも。
時まで熱くカイロへ。己が命、焼き尽くせ。我が嘆きの松間を聞け。願わくば世に変わり時代を作れ。面白き時代を。臆したか。この日の本をあるべき形に我が滑る強き国に。